敵にはしばし殿。織田軍の狙いは直虎殿の腕輪、何としても直虎殿を守り抜かねば。その腕輪は貴様たちに扱えるものではない。おとなしく渡してもらおう。我が知略に挑むとは無謀だな。さあ、腕輪をよこせ。我らにはあの力が必要だ。渡すわけにはいかぬ。そうならば、翔、元気、腕輪の持ち主を狙え。はいはい、ここでも俺はアニーゴにこき使われるから。主人だな、言葉を慎んで。まったく、こんな状況でも相変わらずね。敵も意外とやるな。一度引き、万全の状態に戻すとしよう。そろそろいいよ。こっそり休憩っと。無理は良くない。一度戻るのも良さそう。ここに腕輪を持つ人がいるんだよね。僕も戦ってみたいな。さあ、早く腕輪の力を使いなよ。僕を止めないとみんな壊れちゃうよ。あれはダメだ、あまりにも強すぎる。私のせいで飲み方がひどい目に。怖いですけど、腕輪の力で追い払わなきゃ。直虎殿、お待ちを。あれはあなたをおびき寄せる罠です。やっぱりそうですよね。でも皆さんにこれ以上迷惑はかけられません。さすがです、あなたならばと思っておりました。よくやった、褒めてやろう。じゃあここを通るつもりか。させぬ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。よくやった、褒めてやろう。ナオトラ殿、私も行きます。少しでも手伝いたいんです。ナオトラ殿を一人にはさせません。我が槍にて敵の罠ごと貫いてみせん。仲間のためなら強敵にも挑むか。ただの無謀か。それとも見事だ。これからも頼みにさせてくれ。すまない、頼まなかった。僕はナタ、腕輪を持つ人って君？はい、私がお相手します。いいよ、僕が興味があるのはその力だから。ここは私に任せてください。皆さんは他の仲間の援護をお願いします。ナオトラ殿、承知した。あなたの思いに全力で応えましょう。やってくれるね。早く信長を追い詰めてよ。奴らは疲弊している。今こそ腕輪を奪え。あら、懲りない子たち。
今度は母自ら相手をしてあげようかしら。ああもう降参降参、煮るなり焼くなり好きにしてくれ。物分かりのいい子が好きよ。思い通りになってくれて嬉しいこの辺りが潮時か。降伏するとしよう。残念だけどここまでね。ラン、遠兵として参上いたしました。皆降伏してしまいました。こうなったら私が出るしかありませんね。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。よくやってくれた。立派な働きだ。戦なき地平を見るためあなたを斬る。力及ばずですか。信長様申し訳ありません。織田軍はなんとか撃退できました。ですが直虎殿がいなければどうなっていたか。私が非力なばっかりに。もっと力をつけて皆さんのお役に立ちます。仲間を思い強大な敵にも恐れず立ち向かう。君たちは謙遜するがこれは皆の勝利だよ。織田軍はそれでいい。
孫権たちは敵には